はい、皆さんこんにちは、カリアです。ブロスピース楽天純正客続きをやっていきたいと思います。さあ、今回は、ドリームキャラバンの報酬開封と、ダルビッシュ選手からのプレゼントがあるので、まあ、それを含めて全部で S ランク契約書が3枚で、S ランク、30% が2枚かなあるので、まあ本当にね、あとで自チーム S ランクがね1枚、S ランク契約書のうち1枚あるので、まあ本当にね、楽天のオーダーを強化にはかなりいいんじゃないかなというところで、ね、早速、いつも通り引いていきたいと思います。まずは B ランク契約書からですね。 B ランクは結構いっぱいある。90枚ですね。行ってみましょう。笠原選手、デスパイネ選手、上林選手、島内選手、茂木選手、戸亀選手、梅野選手、清宮選手、ジョンソン選手、平井選手。 OK。 うん、まあ、B ランク契約書はこんな感じですね。ではあと A ランク契約書ですね。A ランク契約書もいっぱいあるね。3枚、自チームはまた後で引きますので4枚かな、引いていきましょう。渡辺選手、柴田選手、加藤拓磨選手はいいですね。であと高橋遥人選手。うん、いや加藤選手はちょっと嬉しいね。加藤選手はあの覚醒Sのキャッチャーね、あの去年の2019年シリーズのやつを持ってるので、まあ、それ の, あの限界突破要因になるのでいいですね。なかなか限界突破要因当たってなかったので、これは普通に嬉しい。うん、さあ残りがまずゴールドですね。ゴールドもまあまあいっぱいあるので、ゴールドを先に引いていきましょう。5枚かな、違うね、まだ、あ、しまった、下に B ランク契約書おるやん。ついでに引きましょうか。 A ランク契約書もあるやん。引いていきましょう。完全にあの全部引き切れてなかったですね。さあ、うん、これは B ランクかな。 A ランクはひとまず1枚以上あるはずなので、さあこれが割れてこないですね。今井選手、おー、ゆうけ周平ですね。いいですね。今井選手、青柳選手、角中選手、おー、中村拓也選手、梶谷選手。ふむふむ、いいんじゃないか。そうですね、周平選手は確かまだ星超5になってなかったので、限界突破 A になるし、中村選手も確かまだ超4ぐらいだったので、いいですね。OK。さあ残りが S ランク 30% 契約書、 S ランク契約書、 S ランク 30% 契約書が2枚、 S ランク契約書が2枚、自チーム S ランクが1枚と。よし、じゃあまず S ランク 30% 早速引いていきますよ。まあ今回ね、楽天の選手は、まあ、持ってる持ってないは別にして1人は手に入るので、ね、この辺りでもう1人ぐらい引けるといいですね。お、割れた、よし。おー、ディクソン選手ね。ディクソン選手は初めてゲットしますね。うん、過去通じて初めてじゃないかな。さあ S ランク 30% 契約書もう1枚。さあさよならのチャンス、これはさすがに A ランクかな。さあ割れるか、さすがに割れないですね。S ランクだった。マジか。今回めっちゃ出るな。今回これで5枚確定ですからね。俺今 S ランク、そうだよね、 S ランク契約書じゃないね。 S ランク 30% だよね。わお、久しぶりにものすごい引きしてんな。よし、じゃああと S ランク契約書もう1枚いきます。さあ、まあここからはもう S ランク確定なので、楽天の選手が引けるといいですね。まあ、あとはまあ本当にリーグオーダーで使えるような選手とかが出てくれると嬉しいなと思いますよね。さあ割れて、おお、増田選手。あれ、増田選手って
あ、違うか。酒井選手だね。楽天のあのあれに来たのって。そうね。そうか。さあ残りはっていうかピッチャーばっかりですね。ディクソン選手、玉井選手、増田選手だから野手出てくれるといいね。さあ S ランク契約書もう1枚。さあ楽天の選手は出てくれるのか。もう1枚ぐらいね来てくれると本当に嬉しかったりするんだけどね。おう、マーティン選手、新外国人かな。まあちょっと今回出た選手後で見ていきましょう。さあそして大本命 S ランク自チーム契約書。ちょっと待ってね、今って S ランク、楽天の S ランクって誰がいるんだ。島内選手、鈴木大地選手、則本選手、高梨選手、太田選手、ブセニッツ選手、辰巳選手、孫チャーホー選手、茂木選手、岸選手、ブラッシュ選手、森原選手で、このうち持ってるのが島内選手、鈴木大地選手、太田選手、辰巳選手、茂木選手、岸選手あたりかな。あ、それ以外、うん、が出てくれるといいな。でまあ野手陣はね一応まあ完成というか、あの一通り揃ってはいるので、欲を言えばまあ孫チャーホー選手だったりだとか、ブセニッツ選手だったりだとか、辰巳選手、森原選手、辰巳選手じゃないや、高梨選手、森原選手なんかが出てくれると嬉しいっていう感じかな。 OK OK 行ってみよう。さあさあ、ホームランで逆転サヨナラのチャンス。さあ頼むぞ、持ってない選手、辰巳選手だはい、まああの辰巳選手はね去年の覚醒エースでしか持ってなかったので、まあよしとしましょうか。そうか、辰巳選手か。新しい選手がなかなか出てこないですね本当にもう。ちなみに去年のあれとどれぐらい違うんでしょうね。去年のシリーズ1の辰巳選手はこれですね。あーミート64、パワー66、走力80、間違えた。ミートがだいぶ下がりましたね。パワーもちょっと下がってるけど、スピリッツは上がってますけど、ちょっと何とも言えないな。まあね、まあ、今後伸びてくる可能性があるっていうところではいいのかもしれないけど、できれば野手じゃなくて投手が欲しかったっていうのが本音かな。まあでもね、今後まだまだ期待ねの選手なので、いいな、いい選手ではあるんですけどね。そうか、楽天純正オーダーは今回は進まずでした。さあということでですね、まあ他の選手、あそうだじゃあそうだ、他の選手今回 見てないですね。日ハムの玉井選手だったかな。なるほど、中継ぎですね。76、67、67。まあ変化球もそうだけど、日ハム枠は今誰がいたかな。近藤選手は日ハム枠、去年のシリーズ2の有原選手とかが多分今日ハム枠で多分入ってると思うので、まあ日ハム枠としてはリーグオーダーとして使いやすいかなというところかな。 今の僕の手もあの持ってる選手だといいのかな。ほんでオリックス、ディクソン選手、そうね、先発ができるっていうのはないいんだけど、今オリックス枠は去年のシリーズ2の、山岡選手じゃなくて山本選手がいるし、山岡選手も今年のシリーズ1で出てますので、でリーグオーダーで、あと吉田正尚選手もいるので、ちょっとリーグオーダーで、オリックス枠のリーグオーダーで使うとなるとちょっと厳しいかな。でロッテの増田選手とマーティン選手か。まあ増田選手はいいですね。まああの変化球も結構、変化量が多いのが、3つあるので、これはいいのかな。なるほど、ふむふむ。まあ抑えですね。でも抑え確かにあんまりいないので、まあでもそう考えるとディクソン選手でもありなのかもしれないけど、
ロッテ枠が確かに今そんなにいないので、あでもレアード選手いるか、そう考えるとちょっと何とも言えんな。でもまあ使いやすいとは思いますね。今の僕のいる選手の中では使いやすいかなと思いますね。んで間違えた、あとはマーティン選手、ミートが若干微妙だけどパワーヒでパワー79で、パワー A まで乗せられそうなのはいいね。でパワーヒもつけれるか、ほう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 。マーティン選手は去年もいたんですね。ごめんなさい、全然し、ごめんなさい、あんまり知らなかったんですが、52試合で14本、あでも7月に加入してるんだ、あそういうことか、へえー、あそうなんだ、へえー、ちょっとでも今後が楽しみな選手ですね。あとはあと誰でだっけ、忘れた、そんなもんか、そのこのそうだね、あと辰巳選手だもんね、でいいのか、 OK。 さあということで楽天純正オーダードット、ということで楽天純正オーダーですが、まあ変わらずですね。でまあ辰巳選手がまあ、去年のシリーズ1のそれも覚醒エースなので、なんだっけ、忘れちゃった、スピリッツが400ぐらい違うのかな、マックスで。それを考えるとここ、まあ、辰巳選手を覚醒エースから今シーズンのエース、ちょっと能力値的には若干下がるけど、まあ、今年スピリッツ考えるとこっちに今シーズンの今回出たやつに入れ替えてもいいのかなっていう感じかな。でまあ、鈴木大地選手は、まあ、今もうあと1枚 A ランクがあるのでそれを今育ててる最中かな。でそれが終わり次第 S ランクの鈴木大地選手を育てていくという感じですね。あとは大体まあ育成が終わってて、島選手は今育成がもうだいぶ終わりかけてるところですね。はい、でそうね、まあ、今回投手が出てくれると本当にありがたかったんですが、なかなかやっぱり出なかったので、あと投手4人ですね、ピッチャーが本当になかなか出てくれないのが結構辛いけど、まあ、今回だと本当にね、まあ、岸選手はあれなんで、ソン・チャーホー選手、ブセニツ選手、まあ、ブセニツ選手とかね、ソン・チャーホー選手とかそのあたりが出てくれると、松井裕樹選手を先発に持ってったりとか、いろいろね候補が増えたりはするので、そのあたりをねなかなかやれるといいんだけど、でまあそろそろタイムスリップの第2弾が来るので、岩隈選手とかね、そのあたりが出てくれると個人的には嬉しいですし、まあ、またメジャーの再臨だっけ、メジャーの、選手が出てくるのであれば、多分マー君だったりね出てくれると思うので、そこをちょっと期待かな。はいですね。はい、ということで、残念ながら今回は楽天の選手が獲得、まあ、新たな楽天の選手の獲得とはいきませんでしたけれども、まあ、今回は、5人 S ランクが増えたので、いい戦力補強にはなったかなと思います。はい、で、まあ、ちょっとコーナーの達人のイベントに関しては、まあ、やるんですけれども、ちょっと あんまり報酬が契約書とかがないので、次回のこれの次のイベントですねの時に、また動画を作ろうかなと思いますので、またそちらも見ていただけると嬉しいです。はい、まあ非常事態宣言が、ここ解除され出しましたけれども、まだまだ非常事態宣言が出てるところもありますので、なかなか、プロ野球の開幕っていうところまではいかないにしろ、徐々にね日常生活が取り戻せつつあるのかなという今日この頃ですけれどもね、早く、また野球が見れる日を楽しみに待っていきたいなと思います。はい、ということでですね、まあ、今回はこんな感じで終わろうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。またね。